はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝原直樹です。今日は中学受験算数基礎講座、算数速さの57回目、時計算の2回目です。今日はね、長針と短針の作る角度っていうのをやってみましょう。この中学受験さくららチャンネルは、この私滝原直樹が塾業界35年間の経験とノウハウをすべて公開していくというチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップもお願いします。では早速やってみましょう。時計算の2回目です。長針と短針の作る角度ね、ここの、ね、角度を何度かっていうのを出してみましょう。さあ、まずね、ポイントの確認なんですけれども、長い針と短い針でできていますね、時計はね。で、この時に長い針というのは1時間で1周、つまり1時間で360度、回転するわけです。で、1時間60分ですから、360を60分で割ると、ね、1分あたり6度進むことが分かりますね。1分経ったら長針というのは6度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 って進むんですよ。で、これは5分でね、これ30度進むわけです。また5分経つと30度進むわけです。で、また5分経つと30度進んで、15分では90度進むわけですよ。ね。で、これが長針です。で、それに対して短針はっていうと、短針っていうのは1時間で30度しか進みません。これだけ進むんですよ。ここからここまで。今これ2時ですけど、2時ちょうどから3時までに30度進むんです。1時間で30度進みますから、1分では30度割る60分の、実は0.5度ずつ進むんです。0.5度しか進まないんですよ。まあ、それは当然そうですよ。で、まずこれをね、頭の中でひねり出せるように。360を60で割ると、長針は1分に6度進む。30度を60で割ると、短針は1分に0.5度進む。で、これを頭に入れた上でね、次の時計のあの角を求めなさい。じゃあちょっと求めてみます。4時10分。さあ、4時10分っていうのはね、4時は長針ここです、短針ここです。で、これね、これ何度かっていうとね、2つに分けるんです。ここぴったりでしょ。で、そしてここまでと、そして短針が進んだここまで、この角度を2つ出します。1つ目は簡単です。これ2つ分です。つまり5分分ね、5分分、30度が2つあるわけです。だから丸1の部分は30度かける2の60度です。で、そしてここ丸2の部分、丸2の部分は短針が4時から4時10分まで10分分進んでるんです。短針が10分分進んでる。つまり1分間で0.5度進んで10分進みますから、0.5度かける10分の5度進んでるわけです。だからここは5度なんです。ってことは、丸1が60度で丸2が5度ですから、この全体、長針と短針の作る角度は、これ60足す5の65度だってわかるわけです。じゃあ2つ目。今度7時25分。短針、長針。で、これも、7時っていうのはね、ちょっと書いてみます。7時ちょうどの時っていうのはね、長針はここですよ。短針はここぴったりです。で、この時にね、これも2つに分けます。7時25分ってことは、このここの部分ね、目盛りのちょうどですから、これ目盛り1個2個分ありますね。ここまでと、短針が7時ちょうどがここで、ここからここまで7時25分まで、この短い間、この1と2に分けるんです。
そしたら1はやっぱり30度が2つですから、1は30度かける2の60度です。さあ丸2は単身7時ちょうどから7時25分まで25分分です。だから単身25分分。さあじゃあ単身25分で何度進むかというと、1分で 0.5 度進みますから 0.5 度ずつが25分進みました。ということは 0.5×25 は55、5に10、125で小数点1個 12.5 度です。つまり丸1は30、30の60度で、丸2は 12.5 度進んでるんです。そうすると全体は60+12.5°の 72.5°っていうことが分かりますよね。さあじゃあもう一つラストです。3番。さあ10時15分。さあ10時15分っていうのはね、どうやって考えればいいか、ね、まあ、これも2つに分ければいいんですけれども、ちょっとね10時を簡単に書きましょう。10時ぴったり、長い針は当然ここですけど、短い針はこの10時ちょうどのところです。さあこれをどうやって2つに分けるかっていうと、まあこうやって2つに分けます。ここからここまでが4つありますよね。30度が1、2、3、4つあります。30、30、30、30、30の区切りから区切りまで。そして今度ね、ここを出すんです。ここが丸2です。ただここは今までとちょっと違います。これなんでかっていうと、単身は10時ちょうどがここですから、ここからここまでなんですよね。出るのはね。10時15分の間に、つまり、丸1は 30×4 の120度です。丸2はというと、このここね、ここね、わかるのはここなんですよ。ここは15分分ですから、ね。0.5×15 分のこれ 7.5 度です。つまりここが 7.5 度なんですよ。で使うのはここだよね。だからこれ30から7.5を引いて 22.5 度だってことなんです。30からこの 7.5 を引いて 22.5 で、それを足せばいいわけです。120度と 22.5 度は142.5 度、答え 142.5 度となるわけです。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。